今日のお題はスピノサス桃だよ。スピノサス桃、初めて聞いたものだね。一体どういうものなの？それじゃあ説明していくね。スピノサス桃はバラカス桃属の落葉低木だよ。原産はヨーロッパおよび西アジアだね。果実については単体でスローと呼ばれているよ。またスピノサス桃の分け方としてはスピノサとスモモになっていて、スピノサはラテン語でトゲ、蝶を意味するスピノサから来ているんだ。その名前通りに幹には細いトゲがあるよ。そこで区切られるんだね。見た目や味はどんな感じなの？果実であるスローは濃い紫色をしていて、生食もできるけど酸味がかなり強いからジャムやジュース、ドライフルーツなのに加工されることが多いね。またスロージンというリキュールの材料にもされるよ。果実だけでなく木材としても使われていて、アイルランド伝統であるコンボウ杖に利用されたりもしているんだ。幹にトゲがあるからコンボウにしたらかなり強そうだね。